マクラーレン MP4 から20はマクラーレンが2005年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。テクニカルディレクターはエイドリアン・ニューウェイ、デザイナーはマイク・コフラン。2005年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。2005年の新レギュレーションによりフロントウィングの最低地上高の上昇やリアウィングの前進などの規定が変更された。 特に、フロントウィングの上昇による、下方気流への影響は大きく、フロントサスペンションのロアアームを支えるキールがこの、気流を乱すとして問題視された。この点への対策として、フロントサスペンションの配置が MP4 から17以降、用いられていた、ツインキール式から、キールを除去し、モノコック型にロアアームを直接装着した、ゼロキール方式に変更された。 これにより、マシン下部の気流を改善することに成功している。サスペンションアームが、車輪に向かって下がっていく配置となっていることが目立つ。ゼロキール方式は翌年以降多くのチームが採用し、現在の F1 においては、トレンドとなっているが、この方式を、初めて採用したのが、この MP4 から20である。インダクションポッドサイドには書く。 チームともミッドウィングを装着していたが、MP4 から20はタチームのミッドウィングよりも低い、位置に角のような形をした、通称、ホーンウィングを装着した。他チームのミッドウィングが、文字通り小型のウィングであり、それ自体でダウンフォースを発生させることを狙っている一方、ホーンウィングは飛行機の翼のような断面形状であり、揚力を発生させるものであった。 これによって、マシン後方株への整流を促し、リアウィングによるダウンフォース発生量を増加させる役割を持っていた。このホーンウィングは、翌年の MP4 から21や、翌々年の MP4 から22にも受け継がれた。サイドポンツーン内の排熱パーツとして2001年の MP4 から16まで採用されていたチムニーが復活した。 ちなみにチムニーを F1 回に持ち込んだのはマクラーレンで2000年の MP4 から15である。フロントノーズも MP4 から19バイトよりも太めである。通常のカラーリングは黒を基調とし、サイドポンツーンにはウエストのロゴを描いていた。カナダ、イギリス、フランスといったタバコ広告禁止国では、 ウエストの事態に似せたドライバーのファーストネームを描いたマークにしていた。第13戦ハンガリー GP 以降はウエストがスポンサーから撤退したためドライバーネームとジョニー・ウォーカーのロゴを描いた。2005年アメリカ GP でキミライコネンがドライブする MP4 から22005年サンマリの GP でのピット作業をウィリアムズからファンパブロ・モントーヤが移籍。キミライコネとのコンビは シーズン前には2005年 F1 最強のコンビとも称されていた。しかし、開幕から参戦はフロントの荷重不足によってタイヤが温まりにくく予選で上位を狙えないという問題を抱えており結果を残せずに終わる。モントーヤが第3戦バーレーン GP の前にテニスで肩甲骨を骨折し第3、四戦を欠場。代わりに第三戦は ペドロデラ・ロサが第4戦はアレクサンダー・ブルツが出走した。長身のブルツにはモノコックが窮屈だったため回収を行うこととなった。ブルツがドライブできるようになったことで開発が一気に進み、フロントにバラストを増設し、前述の問題点を解消することに成功。これによってヨーロッパラウンド以降、本来の速さを発揮できるようになった。 第4戦サンマリの GP からその速さの片鱗は見られたものの、ライコネンはトップ独走中にわずか9周でリタイア。第5戦スペイン GP から本格的に勝ち始め、ライコネンが独走で優勝した。その後も勝利を重ねていき、最終的にライコネンはルノーのフェルナンド・アロンソに並ぶ7勝を挙げた。しかし、メルセデス・ベンツ・エンジンは信頼性に難があり、 決勝前のエンジンブローによる3度の10、グリッド広角や、決勝での2度のエンジンブロー、メカニカルトラブルによるリタイヤがあった。参戦を残した段階で、アロンソのチャンピオンが決定してしまい、コンストラクターズランキングもルノーに次ぐ2位に終わった。車の速さは本物で、シーズン中12回のファステストラップを出しており、第15戦日本 GP ではライコネンが17番手。 スタートだったのにもかかわらず、ファイナルラップで、ジャンカルロフィジケラをオーバーテイクし優勝している。シーズンオフのテストでは、全体のカラーリングを、通常の黒を基調としたものからオレンジに変更された。スポンサーロゴはグレーで描かれた。これは創始者であるブルース・マクラーレンの出身である、ニュージーランドのナショナルカラーである。ありがとうございます。